ズームズーム、こんにちは、ボボです。本日はラーメン生活1日目ですと言って、いつも最近すする TV を毎日見てたので、それを真似っこしてみたくなって動画作ってみました。今日は、上司の誕生日プレゼントに印鑑を買いに行ったので、そこの新御徒町ですね、新御徒町の美味しいラーメン屋さんに行こうということになりました。食べログで4点なんとかとかいう数字があって、めちゃくちゃ高かったんで期待をしまくって歩いてます。まあその間に八百屋に見つけて立ち寄ってしまいましたが、御徒町遠いので何も買えませんでした。残念。2回も見てますねそれでは行ってみよう。はい、場所は新御徒町駅から歩いて10分ぐらいのところに位置しています。全然人通りがないところなんですけれども、急に人だかりが見つけられます。我々が到着したのは12時ぐらいだったかな。もうすでに10人以上のお客さんが並んでおりました。そんな中一番後ろに並びます。食券制で、上司は特製鶏そば、私は鶏そばにしました。お味はめちゃくちゃあっさりしている中にコクがあって美味しかったです。ここは結構もうラーメンで重鎮さんがやってらっしゃるところらしくって、人気すぎてもうテレビの撮影とかも許可していないらしいです。人気なだけあって味に深みがありました。作っているところもすごい丁寧に作られていて、見ていて気持ちが良かったです。またぜひ行きたいと思います。皆さんも気が向いたら行ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルが良かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございます。